カラワオン軍はアメリカ合衆国ハワイ州の軍である。モロカイ島の北海岸、カラウパパ半島、またはマカナルア半島と呼ばれる地域にある。カラウパパ半島はモロカイ島の高低差400メートル以上ある。海が崖の先に落ち込んだ陸地であるために本島とは孤立したような形になっており、陸路は老婆の道があるだけである。2010年国勢調査で、 の人口は90人であり、テキサス州ラビング軍に次いで全米の軍では2番目に少ない軍である。世帯あたり収入の中央値は9333ドルであり、全米で最も低い。カラワオ軍は、マウイ軍の一部であるモロカイ島の他の領域とは別の軍として設定されている。集落はカラウパパ、カラワオ、ワイコルの3つがあり、マウイ軍はこれらに、 地方権を及ぼしていない。地図によってはカラワオ軍を一つの軍として示していない場合もある。カラワオ軍はハワイ州保健局が管轄しており、軍政府を持たない。保健局によって地元住民の中から選別される保安官が一人いるのみである。カラワオ軍はカラウパパ国立歴史公園の領域と同じである。ここは八百六十年代からハワイ王国。 ハワイ共和国、ハワイ準州及びハワイ州の時代を通じてハンセン病患者を隔離するカラウパパ居留地となっていた。ハンセン病が通院で治療可能となり接触感染を抑えられることが分かった後の1969年にこの隔離政策は撤廃された。しかし多くの患者はこの地に残ることを選びハワイ州も余性をここで暮らすことを認めた。 新しい患者が入ること、あるいは高級的な住人は認められない。訪問者は公式に認められたツアーでのみ許可されている。州法では16歳未満の者がこの地を訪れること、または住むことを禁じている。ただし、子供がその親戚を訪れる時に限って認められることになっている。ベルギー人のカトリック教会主祭のミアン神父は、カラウパパで、 ハンセン病患者たちのケアに生涯を捧げ、自らもハンセン病で命を落とした。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は52.33平方マイルで、あり、このうち陸地は13.21平方マイル、水域は39.12平方マイルで、水域率は74.76%である。水域の大半は太平洋である。 陸地面積では全米の軍で最小である。ただし、バージニア州の独立市にはこれより小さな都市が22市ある。伝統的にカラワオ軍の領域は4つのアフプアーに分けられている。下表のアフプアーは西から東に並べてある。カラウパパ区域はカラウパパ半島の西側にあり、その祭域はモロカイ海岸の一部を含んでいる。マカナルア区域は 半島中央部を北端に向かう細長い地域である。カラウパパ空港がマカナルア区域の北部にある。カラワウ区域は半島の東側と南東のワイアレイアバレーを含んでいる。その南東のワイコルバレーに無人集落、ワイコル区域がある。カラウパパの集落図、カラウパパ半島、手前側半島の先端に、 カラウパパ空港以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。1900年以降の国勢調査では人口が減少している。2000年国勢調査以降各年7月1日時点の推計人口も減少している。マウイ郡モロカイ島にあるモロカイ空港がモロカイ島への空の便を受け入れている。カラワオ郡にあるカラウパパ空港へは コミューター便利用が可能である。ありがとうございます。